トマス・ハインズ、トマス・ハインズ、A、トーマス・ハインズ、1838年10月8日から1898年1月23日は、南北戦争中の南軍スパイである。ケンタッキー州、バトラー軍で生まれ、はじめは主に、ラグランジュのマソニック大学で文法の教官として、働いた。南北戦争の初年に、野戦士官を務め、いくつかの襲撃を始めた。 ジョン・ハント・モーガンの重要な助手となり、インディアナ州やオハイオ州を抜けた、モーガンの襲撃に先立って、旅行のための襲撃、ハインズの襲撃を行った。モーガンと共に捕まった後で、オハイオ刑務所から、モーガンの脱走を手配した。後に、情報活動に関わり、選んだ北部の地方で、連邦政府に対する暴動を起こす予選道に、努めた。戦争中のいくつかの場合に、 ハインズは、ほとんど不可能と思える脱出をしなければならなかった。一度はその時に使われていたマットレスに身を隠し、またある時は、俳優で、リンカーンの暗殺者とめれたジョン・ウィルクス・ブースと間違われ、1865年4月のデトロイトで、私船の船長に銃を突きつけて逃げた。北軍の諜報員はハインズを、最も高速が必要なものと見ていたが、1863年遅くに、 オハイオ刑務所に収監された期間を除き、捕まえられることはなかった。戦後、生まれ故郷のケンタッキー州に戻っても安全なことが分かると、家族の大半と共に、ケンタッキー州、ボーリンググリーンに定着した。ハインズは法律実務をはじめ、それがケンタッキー州コース裁判所での勤務につながり、最後は主席判事になった。その後死ぬまで、 ケンタッキー州フランクフォートで法律実務を行い、南軍諜報活動の秘密の多くは知られぬままとなった。ハインズは1838年10月8日にケンタッキー州バトラー軍の生まれだったが、ウォーレン軍出身となっており、ウォーレン W ・ハインズとサラカーソン・ハインズ夫妻の息子として生まれた。その受けた教育の大半は学校でのものではなかったが、いくらかは、 公立学校に通った。身長は5フィート9インチ、体重はわずか140ポンドしかなかった。そのほっそりとした体型でむしろ親しみやすい外観と表現されており、友人によればその声は洗練された婦人の声のようだったということである。ハインズは女性に対して好みがあっただけでなく、音楽や馬も好んだと言われている。ハインズは1859年に、 ケンタッキー州ラグランジュにケンタッキー州フリーメイソンの孤事を教えるためにケンタッキーグランドロッチが作った学校であるマソニック大学で助教授となった。その小学校の校長を務めたが戦争の勃発によって1861年9月に南軍に入隊した。ハインズは南軍に入ったがこれはそのいとこたち少なくとも11人と同様だった。当初は アルバート・ジョンストンの部隊に付設するバックナーのガイドを率いており、その冷静さと指導力を仲間のガイドたちが認識した結果だった。1861年11月、中尉に任官された。12月31日、ケンタッキー州ボーラズフェリーにあった北軍全省基地に対する攻撃任務を引き移行させた。アメリカ連合国ケンタッキー州政府が ボーリンググリーンから逃亡した後、ハインズは、ケンタッキー以外の場所で戦うことを望まなかったので、ガイドは1862年1月に解体された。ハインズは、バージニア州リッチモンドに行っていたためにシャイローの戦いには参加できなかった。4月、ジョンハントモーガン准将の部隊に加わることにして、5月に、第9ケンタッキー騎兵連隊の兵卒として入隊し直した。 モーガンは、ハインズの才能を認識し、6月10日に退位に、任命した。その後、ハインズは愛するケンタッキー州の中で秘密任務に、その時の大半を費やした。市民の服装をし、スパイとして処刑されることを望まなかったので自身への注意を引かないように通常単独で行動した。ケンタッキー州における多くの襲撃の間にハインズは、愛する者に会うための特別の動きをした。 しばしばそれは、ボーリンググリーン近くブラウンズロックにいる、子供時代の恋人で、将来の花嫁である、ムシースプロールを訪れることだった。他の機会には、歴ントンの両親を訪れた。どちらの場所でも、北軍のスパイがハインズを捕まえようとしたが、その父が捕まえられ、母が病気に寝ていた後ですら捕まることはなかった。1863年6月、ハインズは、 軍隊からの脱走者を追跡する北軍部隊のふりをした25名の南軍病からなるインディアナ州侵入隊を率いた。その目的は7月に計画されるモーガンの侵入時に地元のコパーヘッド北部の戦争反対者の指示を得られるかを調べることだった。その任務のための物資を得るために8日間ケンタッキー州を動き回り6月18日に ダービーの村近くでオハイオ川を渡り、インディアナ州に入った。ハインズはフレンチリックで、地元のコバーヘッド指導者のウィリアム・エイ・ボールズを訪れ、モーガンの襲撃には公式の支援はないものと理解した。ケンタッキー州に戻る途中で、ハインズとその部隊はバリーンで見破られ、リトルブルー島のレブンワース近くで小競り合いがあった。ハインズは仲間を見捨てて、重火の下をオハイオ川を泳いで、逃げるしかなかった。 一週間ケンタッキー州の中をさまよった後、ブランデンバーグでモーガン将軍と落ち合った。バジル・デューク・大佐は、その回想録の中で、ハインズがブランデンバーグの川岸に現れた様子を、勝ってみた中でも、明らかに最も疲れて、気の抜けた無害の若者だったという抽象的なコメントを残した。デューク・大佐は、モーガン将軍の副官でありながら、ハインズが遂行している。 情報活動すべてを通常は知らされておらず、あるものが見れば、ハインズとデュークは互いを嫌っていると考えたが、これは当たっていなかった。モーガン将軍の2000名以上の部隊が、オハイオ川を渡るために川船、アリス・ディーンとジョン・ティー・マコームズを捕獲したのはハインズだった。モーガンは、その襲撃を成功させるために、 インディアナ州の同調者からの支援に頼っていたので、インディアナ州の南軍同調者のふりをする誰でもに、荒々しい態度を取るよう奨励したのは、ハインズの告げだった。ハインズは襲撃の終わりまでモーガンと共に行動し、最初は、ジョンソン島、後に、コロンバス中心街のすぐ外側にある、オハイオ刑務所で収監された時も一緒だった。戦時のルールでは、捕虜は、 軍事収容所に入るものだったが、彼らは民間の刑務所に入れられた。ハインズは、オハイオ刑務所から逃げ出す道を発見した。小説、デ・ミゼラブルを読んだことがあり、ジャン・バルジャンとフランスのパリの地下にある通路を抜けた、バルジャンの逃亡にアイデアを得たと言われている。ハインズは、日光が刺すことがなくても下の方の毒房が乾燥して感じられ、カビが生えていないことに気づいた。 このことでトンネルを掘って逃げることが可能だと考えた。推定していたように独房のもとに空気室があることを発見した後にトンネルを掘る作業を始めた。このトンネルはわずか18インチの幅しかなく、重い石組みで囲まれた4フィート X4 フィートの空気室にやっと入ることのできる大きさだった。ハインズとモーガンと共に逃げることになる他の6人がトンネル掘りを行うま。 ごくりにトンネルを見つからないように、薄い土の板が使われた。トンネル掘りに六週間を使った後で、その出口は、監獄の内壁と高さ二十五フィートある外壁の間の石炭集積所近くに出た。脱獄の日の1863年十一月二十六日、モーガンはその独房を、弟のリチャード・モーガン大佐と入れ替わった。その日は、北軍の新しい軍隊指揮官が、 コロンバスに来ることになっており、独房がその時に検査されることが分かったので入れた。毎日行われた夜中の検査の後で、ハインズ、モーガン及び、モーガン隊にいた五人の隊員が脱獄にトンネルを使った。監獄の保証がこの時に起こった、激しい嵐を避けていたという事実にも蹴られ、南軍の士官たちは金属製のフックを使って、造作もなく高さ二十五フィートの壁を越えて逃亡した。 ハインズは、監視のためにメモすら残した。それには、忠実で油断のない監視エヌメリオン殿とされ、キャッスルメリオン、独房20号室、1863年11月27日、1863年11月4日開始、1863年11月20日完了、1日あたり労働時間3時間、道具は2つの小さなナイフ、 辛抱強さ特等、その成果が実った、ここのみフランス語私の栄誉ある6人の、南軍病の例によると続けられていた。残されたものは、矢探しされ、オハイオ刑務所の別の独房に移された。ハインズやモーガンと共に脱獄した中の二人、ラルフ・シェルドン大尉とサミュエル・テイラー城は4日後に、ケンタッキー州、ルイビルで捕まったが、他の三人、ジェイコブ・ベネット大尉、 LD ホッカースミス隊員及びオーガスタスマギー隊員はカナダと南部にうまく逃げをせた。ハインズはモーガンを連れて南軍の前線に戻った。最初にコロンバス中心街の鉄道駅に到着しシンシナティ駅の切符を買った。この二人はシンシナティ駅に入る前に列車から飛び降りた。シンシナティでも捕獲を避け続け一晩はケンタッキー州。 アーズタウンのベン・ジョンソンの家に滞在した。テネシー州では、ハインズがモーガンから北軍の注意を逸らし、ハインズ自身は、再度捕まって、公主刑による死の宣告を受けた。ハインズはその夜見張りをしていた兵士と話をして、機械を捉えて、兵士を抑え、逃げ出した。数日後にも、ハインズを公主刑にしようとした、北軍兵から、再度逃げた。 ハインズは1864年1月に逃亡した時にアメリカ連合国首都バージニア州リッチモンドまで行った。そこでアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスを説得し捕虜を逃がし北部の大都市で火災を起こして北部州の大衆に強行をき化させる案を受け入れさせた。デイビスはハインズの案に動かされ支援を行うことに同意した。デイビスは 国務長官のジュダ・ベンジャミンと陸軍長官のジェームズ・セドンにその計画を伝えるよう進めた。両人も計画に同意しハインズに実行を奨励したがデービス・ベンジャミンを呼びセドンが唯一ためらったことはイギリスやフランスがハインズの行動をどう思うかを含め世論に与える影響力だった。ハインズはカナダから北部に入るのが容易だと考え冬の間に カナダに移動した。1864年秋にカナダから北西陰謀を指導した。ベンジャミン・アンダーソン大佐が南軍の他の兵士たちと共に計画に割った。ハインズとその部隊はイリノイ州シカゴのキャンプ・ダグラスで捕らわれている南軍の捕虜を解放できることが期待されていた。ハインズは1864年8月25日に オンタリオ州トロントから60名の部隊を率いて出発した。その年は民主党全国大会がシカゴで開催されており、その時にシカゴに到着した。コパーヘッドたちは5万人のコパーヘッドがその大会のために集まるのでその時まで待つようハインズに伝えた。しかし、コパーヘッドがハインズたちを援助することを躊躇するのを見て、連邦当局が 明らかに計画を知っているとも思われたので、ハインズたちは8月30日にシカゴから逃げ出した。ハインズ隊の多くの者はアンダーソンが二重スパイかも知れないと考えており、アンダーソンを集団から去らせた。1864年、アメリカ合衆国大統領選挙の間に、キャンプダグラスから南軍捕虜を逃がす二度目の試みが起きたが、この計画もうまくいかなかった。 同じ年にハインズはカナダに逃げていたモーガンの襲撃の元隊員を重簿することで南軍捕虜を逃がす試みをした。これにはカナダ生まれでモーガン隊の通信士ジョージ・ライトニング・エルワースが含まれていた。ハインズがシカゴにいた最後の日に北軍兵による隠れ家捜索で発見されることを避けるために 隠れ家の主婦が精神桜で寝ているマットレスの中に入り込んで逃れた。兵士たちは家の玄関前に門営を置いた。翌日は雨が降っていたので病気の主婦を訪れる訪問客があった。兵士たちは傘のうちの顔を一度も見なかったのでこれを利用してハインズは家を出てシカゴを離れた。1864年10月、ハインズは 北軍兵が自分を捜索していたインディアナ州を、密かに横切って、再度新な手に行った。この時はかくまってくれた友人の助けもあり、漆喰や赤レンガでわかりにくくなっている古い難度に身を潜め、固く捜索した北軍兵による発見を免れた。そこでハインズは愛するナンシー・スプロールが、オハイオの修道院にいることを知った。ハインズはそこから彼女を連れ出すことに決め、十一月十日、 ケンタッキー州コビントンのセントメアリーズ、カトリック教会で結婚した。ただし、彼女の父は、ハインズの戦時活動ゆえに戦争が終わるまで結婚を伸ばすことを望んでいた。新婚の二人は、ケンタッキー州で一週間の新婚旅行を行い、その後ハインズはカナダでの隠密活動に戻った。 エーブラハム・リンカーン大統領が暗殺されてから二日後の1865年4月16日、ミシガン州でトロイトにいたハインズは、この時リンカーン暗殺容疑で大規模捜索の対象になっていたジョン・ウィルス・ブースと間違えられた。危険な状態になったことを察知したハインズはいくつかの塀を越えてトロイトの桟橋まで行った。そこで私船から乗客が降りるのを待ち、船長に銃を突きつけて、 デトロイト川を渡りカナダまで連れて行くよう要求した。カナダに到着した時、ハインズは船長に謝り5ドルを渡した。この、ハインズの行動で、ブースがカナダに逃亡したという噂が流れた。ハインズは、デトロイトからの逃亡後、数人の元南軍病が住んでいるトロントに行った。アメリカ合衆国に戻ることを期待していなかったので、妻のナンシーを呼び寄せた。トロントにいる間に、 元アメリカ合衆国副大統領で元南軍将軍だったジョン・ブレッキン・リーチと共に法律を学んだ。アメリカ合衆国大統領アンドリュー・ジョンソンが元南軍病の大半に恩赦宣言した後は1865年7月20日にデトロイトに戻ってアメリカ合衆国に対する中誠書に署名した。しかしケンタッキー州の北軍当局がハインズを 御社の対象外にしていることを知り、1866年5月までカナダに泊まった。ケンタッキー州に先に妻を送り、そこで最初の子供が生まれた後で、ハインズはテネシー州メンフィスに住み始め、1866年6月12日に法廷弁護士試験に大きな名誉と共に通った。メンフィスに泊まっている間にデイリーアピール紙の編集も行った。 ハインズは1867年に家族の多くが住むケンタッキー州ボーリンググリーンに移転し、そこで法律実務を始めた。バジルデュークがハインズを赤十字の兵士たちで大佐に指名した。ハインズは後にケンタッキー州王連軍の判事になった。ハインズは1878年にケンタッキー州構想裁判所判事に選出され1886年まで務めた。 1884年から1886年は首席判事になった。ハインズは軍を抜いてあらゆる法的な偏見がなかったと言われ、1879年3月26日、ハインズは仲間の判事ジ,ジョン・ミルトン・エリオットと共にケンタッキー衆議会議児童を立ち去るときに、ヘンリー軍出身の判事、トマス・ビュフォード大佐によるエリオット殺の目撃者になった。ビュフォードは 個人となった姉妹の財産紛争で有利な判決を下さなかったエリオットのことを起こり、ハインズが振り向いてエリオットから離れた後で、12発の散弾がはめられた相当式散弾銃でエリオットを撃った。事件を捜査に来た副保安官にビュフォードが逮捕された時に、ハインズはその身体検査を行った。ハインズはケンタッキー州控訴裁判所判事を務めた後、 フランクフォートで法律実務に戻った。1886年、バジルデュークのサザンビバーク氏のために北西陰謀を議論する4つの記事を書いた。この雑誌は南部の失われた大義の記念に捧げられたが、同様な南部の雑誌よりも敵対的ではなかったので、他よりも北部で多数の読者を得た。 記事の最初のものは1886年12月号に載せられた。しかし、ハインズはミシシッピ州の元アメリカ、連合国大統領ジェファーソン・デイビスにその家で相談した後、陰謀を援助した北部人の誰も実名を出さなかった。ハインズは最初の記事を書いた後で、新聞の左折者、特にルイビル・タイムズと南部読者の双方から参加者すべてについて、 公表していないことを撃され、北西陰謀に関する証言を出版することを控えるようになった。ハインズは1898年にフランクフォートで死に、ボーリンググリーンのフェアビュー墓地のハインズ家の一連の小区画に葬られた。ハインズ家の小区画の中には、2台離れたまたいとこで旅行者用レストランの格付けを始めたダンカン・ハインズの墓所もある。 ハインズの行為に関する歴史名簿にたまたま誤った情報が記された。この歴史名簿はインディアナ州ダービー金号にインディアナ州歴史協会が置いたものであり、ハインズが1862年にインディアナ州に侵入したと記して、これを記念するものだったが、事実は1863年のことだった。さらにボーリンググリーンのフェアビュー墓地には、 ボーリンググリーン南軍機比による名番があり、ハインズが1876年の竣工式に行く前に死んだとされているが、実際には1898年に死に数百フィート離れたところに埋葬されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。